先日ツイッターやインスタにも投稿した通り、ここ数ヶ月で Google の検索アルゴリズムが大きく変わり、今までに出していたような他の YouTuber を取り上げて、その YouTuber の名前を検索に引っ掛けて再生回数やチャンネル登録者を稼ぐっていう手段が全く使えなくなってまいりました。よって私 U20 は今後一切他の YouTuber の炎上などを取り上げたような、いわゆる時事ネタやモノモース動画を今後一切投稿しないと決めたことをここにご報告いたします。特に今までその名前で検索すると本人よりも私の動画が上位に表示されるという逆転現象が起こっていたペラルタさんに関しては、その SEO を制覇してしまったことで、たとえペラルタのストーリー1本だけでも取り上げて動画にしてしまえば、ほぼ確で再生が取れてしまうっていうことで、少しでもペラルタに動きがあるたびに動画を撮ってまいりましたが、残念なことに私はただ再生のためにペラルタを取り上げていただけで、実際本人やその行動に関しては一切興味がありませんでした。それだけ興味がなかったにもかかわらず、ペラルタ本人を心配するような素振りを見せたり、動画がバズったことによってその影響を危惧したのか、本人からも DM が来る事態になっていたことを、この U20 深く反省しております。最近もペラルタは元々使っていたインスタグラムのアカウントがバンされて、新しいアカウントを作って彼氏との生活をまるで何かに訴えかけるようにアップしているみたいなんですが、私 U20 は宣言した通り、今後もうペラルタを取り上げることはありませんし、検索に引っかからず再生回数も稼げないのであれば、ペラルタを動画で取り上げる意味がないですし、どうかお幸せに強く生きてほしいと願う所存でございます。はい、ということで、おそらく最近急激に勢いを伸ばしてるガーシーチャンネルだったり、ストプリの七森っていう超絶ビッグネームを暴露してしまったコレさんだったり、その影響もあってか、他の有名 YouTuber の名前をタイトルに使ったりして、その名前で検索されやすくして再生回数を稼ぐっていう手法が YouTube 側の検索アルゴリズムの変更によって全く使えなくなっちゃったんだよね。去年7月8月ぐらいからも YouTuber31人飲み会や誠の逮捕や、さくらちゃんの過去のいじめ疑惑をでっち上げたことで、より人が逮捕されたことも含めて、ウームやバズみたいな YouTuber 事務所は、自分たちにとって不利益でしかない、他人の足を引っ張るような暴露系 YouTuber や、モノモース系の YouTuber を、徹底的に排除していきたいっていう方向で、おそらく YouTube Japan 側にも働きかけてたと思うんだよね。それによって、そういう系の動画が検索でも上位表示されにくくなって、この U20 の動画に関しても、その影響が8月頃から顕著に出てたよねっていう話だから、そのカテゴリーの YouTuber だと思われないように、動画の方向性を変えつつあったわけなんだけど、いよいよ今回のアルゴリズムの変更によって、むしろライブ配信のアーカイブの方が再生数が回るぐらいに、検索にすらほとんど引っかからず、全く再生が取れなくなっちゃったんだよね。さっきも言った通り、この U20 は自分でもちょっと悩んでるぐらい他人にあんまり興味が持てない人間で、特に有名 YouTuber のゴシップや炎上に関してなんか本当にどうでもいいと思ってるんだけど、わざわざ再生を稼ぐために全く興味のない YouTuber のことを調べて、それを動画にして、それでも仕事だと思って割り切ってやってたわけなんだけど、その他人のネームバリューで検索に引っ掛けて再生を取るっていう、ある意味チートみたいな手段が使えなくなっちゃったら、そもそもビジネスとしては破綻してるわけだから、やりたくないことを金のためにわざわざやって、それで結果が出ないんだったら、もう全くやる意味ないじゃんっていう話だから、今後のこの U20 のチャンネルは、最近特に力を入れてきたライブ配信を完全にメインにして、動画の方は今までも好評だったコラボだったり、めちゃくちゃ治安の悪かった俺の地元甲子園の話だったり、あとは美容やファッション系の動画っていうのも続けてやっていくよねっていう話だし、インスタのストーリーでたまに見せてる料理とかも今後動画にしていくし、実は春以降に海外旅に出ることも計画中だよねっていう話だから、今までみたいな人の悪口で再生数を稼ぐような、そんなコンテンツよりも間違いなく何十倍も楽しめるよねっていう話だから、ぜひ今後の U20 にてめえたち期待しとけよっていう話だよね。
そして、こういうことを言うと、物申してるユーティンティが好きだったから、他の YouTuber の延長ネタや時事ネタが見れないんだったら、もうチャンネル登録を外してやるとか、そんなアホみたいなことを考えちゃってる、あまりにも性格の悪いクソ野郎どもに、ガーシーから伝言を預かってるわけなんだけど、人の悪口聞かれへんからって、チャンネル登録発送してんちゃうぞお前。それ以前にお前人の悪口聞くために貴重な時間使って、そんなんやからしょうもない人生しか歩めへんのちゃうんけお前。それに人の悪口言うんは俺の仕事ちゃうから、そんな奴は他の YouTuber 見とったらええし、俺は俺でもっと面白い動画見しちゃるから、チャンネル登録外すとかアホなことやめて、これからのもっとおもろい俺の動画見て、その腐った根性叩き直せよお前と。そうやってガーシーも言ってるよねっていう話だから、そんな人の悪口を聞くことが生きがいみたいな、バカな考えを今すぐ改めて、てめえたちには賢明な判断をお願いしたいよねっていう話やね。俺がこれから出していく動画で、てめえの価値観や人生ごと変えてやるから、今こうやって見てもらったらわかる通り、深々と720度も頭を下げながら、全力でお願いしたいところだよねっていう話やね。まあ、そんな感じでね、ちょうど昨日出したショート動画みたいな感じの動画もバンバン出していくし、時事ネタを取り上げないからといって、動画の投稿頻度を下げるつもりもないよねっていう話だから、どうか今後の U20 の動きに注目してくれよっていう話だし、すべてにおいて才能しかない俺が、最高のエンターテインメントをこれからてめえたちに見せつけてやるよねっていう話だからね、今すぐにチャンネル登録と高評価を押して、下着が透けて見えちゃうようなペラルタの服は今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画また全体的にしまったと思います。それではね、また、ネクスト U20TV でお会いしましょう。See you!On the my way. Hold on, hold on. 矛盾と書いて歓迎だろう。醸し出すバイコクのフレーバーなんでだろう。夢の超特急で解くはまだ超高。地獄への逃亡。脳みそ見るとじゃあもう目の変流変。イチャラソウプッシー開いてビッビン。キムチ群がる黄金の国ジパン。無駄な挑戦フルボコで無言のダウン。恵まれない坊ちゃんがチャリティー根源。文句だけはゴリパでも他力本軍。震災の影響で全国開催者フラッグ。お前の顔よりはみたいやのこのファイナルフラッグ。化け放題どこも変だよ日本人。正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit。 操作されたラッパーこぞってまとまったぞ。せーので消えろゲームパスタトミーボン。気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない。 Let's go in on with the number four。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望を抱いて少しずつでも変えて状況 On the my way。